いよいよ悪竜の討伐だな。緊張してるか？世界の果てがどんなところかもわからないし、早く駅に行こうぜ。何なんだろう、気になる。車両チェック完了。車軸チェック完了。動力チェック。おはよう、ホイールさん。ええ、おはようございます、シムランカの英雄の皆さん。今日の運転手はまたホイールなんだな。見慣れた顔で安心したぜ。本当に我々が同行せずともよろしいのですか、国王陛下。いいって。悪竜討伐は私たちに任せておきなさい。それに私の相棒は過去に竜を退治した経験があるんだから。さすがは国王陛下のご友人。このような英雄の皆様がご一緒なら我々がとやかく言う必要もないでしょう。ええ、じゃあオルビット城は任せたよ。承知しました。ご心配なく、国王陛下。こっちの準備も大体完了したみたいだし、さあ出発よ。次の駅は世界の果てだ。列車に乗るのってこんな感じなのね。ナビアってほんとどんな場所でも楽しめるよな。あ、前の方霧が濃くなってきたよ。乗り換え駅に到着しました。乗客の皆さん、足元に気をつけてお降りください。別の列車に乗り換えるみたいだね。あれ？ヒルチャールだ！あいつらホームを占領してるぞ！そんな、どうすれば。ホイールさん、ここは私たちに任せて隠れててちょうだい。打ち続けて。これでおしまいと。お疲れ様でした。列車の点検をしますのでしばしお待ちを。車両に細かな傷はあるものの、全体的にそう大した被害はありません。先頭車両の動作も正常です。問題ありません、動かせます。よかった。じゃあ旅を続けましょう。
この世界を見ておいて、私の。みんなと仲良くなりなさい。お願いね。ニーローさん、大丈夫？私は大丈夫だけど、旅人が気を失ってるみたい。この人が受け止めてくれてよかった。じゃなきゃあのまま落ちてただろうね。軟弱だね。この程度のことで気絶するなんて。そんな風に言わないであげて。旅人はここ 2,3 日ずっと大変だったんだから。このまましばらく寝かせてあげましょう。え、でも今私の膝の上にいるし、ちょっとくすぐったいかも。カサッチさん、どうしてそこの芝生の上に寝かせてくれなかったの？はあ、訳もわからないまま落ちてきた4人を助けた上に、負傷者を寝かせる場所にまで気を使えと。こんな理不尽な要求聞いたことない。おはよう、ネボスケ。さぞいい夢を見てたんだろうね。君が喜んでくれてるようで、僕も嬉しいよ。君たちが突然、滝の上から落ちてきたんだよ。しかもそのうちの一人は、情けないことに気絶してると来た。念のため言っておくけど、高いところから落ちて、異世界に行くような展開は稲妻のくだらない娯楽小説でしか通用しないから。降ろしてもらった後、お前はニーローの膝枕でしばらく眠ってたんだ。で、今やっと起きたところだぞ。パイモン。大丈夫。あなたが無事でよかった。どこかぶつけたりしてない？めまいは？頭の中？なんて言ってたの？ここの霧は人に幻覚を見せる。あの悪竜の仕業らしい。恐怖のあまり息が上がって吸い込みすぎたんじゃないか。ところで、こちらのカサッチさんはあんたたちの知り合いなの？あ、うん。カサッチさんはスメール教霊院の学生で、学院祭で知り合ったんだ。カサッチさんはその時インロン派の代表だったの。はじめまして。私はフォンテーヌのスピナディロースラの会長ナビア。よろしくね。みんなカサッチって呼んでるみたいだし、私もそう呼んでいい？ご勝手に。あれ、カサッチさん、その腰にある剣って。ふん、目が覚めたら刺してあったんだ。邪魔くさい。遠くに捨ててもしばらくしたらまた戻ってくるし、ほんといい迷惑だよ。もし気に入ったんなら、彼女にあげてもいいよ、この勇者の剣。待った、その剣のこと、今、なんて言った？まったく、勇者に与えられるべき勇者の剣を、最もふさわしくない者が持ってるなんてね。え？ってことは、お前がこの世界の勇者だったの
はあ、こんな馬鹿げた称号一つに何をそんなに驚いてるんだい。いや、今までずっとオイラたちが予言の勇者だと思ってたから。へえ、そんなにやりたいなら君たちにやらせておくのが良さそうだ。でもお前が勇者ならどうして今までずっと姿を見かけなかったんだろう。僕はただ外に出る方法を探していただけだ。この近くに他の世界に行ける船があると聞いて調べに来たんだけど、見てくれこのひどい有様を。灯台は倒れ船も動かない。この方法は使えないと考えた方が良さそうだ。お前がここで目を覚ました時、誰かに話しかけられなかったか。これまでと同じならどうすればいいか教えてもらってるはずだけど。はあ、そんなわけのわからない声に僕が耳を貸すはずないだろう。ノイ待てよ、どこに行くつもりだ。この場所をめちゃくちゃにした奴に会いに行くのさ。ここの連中が言う災いの元凶、この世界の巨竜のところにね。え、私たちと同じじゃない。だったら一緒に行かない。そこの竜の鱗を拾っておくといい、後で役に立つ。どこに竜の鱗があるんだ。それになんで知ってるんだよ、何の役に立つんだ。いちいち質問に全部答えてたら次の学院トーナメントが開催されるくらい時間が経ってるだろうね。まっかー、なんなんだよもう。久しぶりに会ったって言うのに相変わらず口が悪いぞ。不思議な鱗だな。触れたものが積み木みたいになっちゃうなんてオイラたちには効かないみたいだけど。毒を吐き触れたものを汚染する。道理でこの世界の人たちが悪竜って呼ぶわけね。国王陛下、それから妖精殿と勇者殿も。なぜこっちを見る。呼ばれてるのは君だ。ホイールさん、大丈夫？どこか怪我してない？いえ、ありがたいことにそちらの傘をかぶった親切な人に助けていただきましたので。この辺りはかつて積木鉱山で働いていた者たちや、私たち同様悪竜を討伐しに来た者の帰れなくなった者たちが住む村のようです。そうなんだ。ひとまずみんな無事でよかった。私が魔法でボートを追ってここの村人たちを送り届けようか。うん、その時は私も手伝うよ。でもまずは悪竜をやっつけましょう。もし私たちが助けてる間にそいつが邪魔してきたら大変だしね。
ここの住民によると、悪竜の巣は滝の裏側にあるようです。そこに飛び込んでいくのをよく見ると言っていました。じゃあその滝の裏側に行く道がないか周りを探してみようぜ。では国王陛下と英雄の皆さん、くれぐれもお気をつけください。私はここで皆さんの凱旋をお待ちしております。水の勢いがものすごいな。通り抜けるなんて絶対無理だぞ。竜の鱗を出せ。お、なんでだよ。な、むや、お前にはもう聞かないぞ。おいらが自分で考える。竜の鱗は触れたものを積み木に変えるから。あ、そっか、これの力を使って滝を防ぐんだな。ひひーん、お前に聞かなくてもオイラ一人で分かったぞ。祭りでもやるん？花火の材料はあらへんかな。影を狙い、剣を振る。はあ。
強い魔力を感じて。この奥に悪竜の巣があるのよね。あれ、ナビア、いつの間に帽子なんかかぶったんだ？ん？だって戦いに行くんでしょ？だったらいつもの慣れた格好の方が動きやすいじゃない。ほら、カサッチも腰の剣をしまってるし。邪魔だったからね。さっさと消えてなくなってほしいよ。お前は何か準備しなくていいのか？みんな急に本気になってるし、オイラもちょっと緊張してきたぞ。いるみたいだぞ。あ、落ち着いて。私たちと一緒に行きましょう。行っちゃった。急いで追いかけようぜ。うわ、何の音だ？地震か？あれ、あいつらは？まったく、勇敢と無謀を履き違えてるようだ。前これで達成。笑えるとは落ちて。はっ、堂々不意打ちで属性を見下ろせ。見て、前の方開けてるみたい。まるで竜が寝るための場所みたいだな。前方に注意しろ、奴が来る。なんて言ってない。ついてこいなんて雑魚どもか。
ち。ほら、生まれた。この世界にまた新たな仲間が増えたね。でも、彼の運命がそうなるのは確かなの？はあ、わしの計算に間違いがあるとでも？私は好きじゃない、そんな物語。だったらお前が言ったように、お前の童話の中でこいつ自身に自分の物語を探させるんだね。君の言う通りだね。いいかい、私の子よ、君。武器を取れ、あいつを退治しろ。まったく、あと何回君たちを助けてやればいいんだ。ありがとう、カサッチさん。うん、頭がクラクラするぞ。なあみんな、なんか変なものを見なかったか？悪竜の記憶か？うん、どうやらみんな見たみたいね。あの竜、オイラたちが思ってたのと違うみたいだった。見てるうちになんだか悲しくなってきて。この世界で起きてることはそう単純な話じゃないみたい。次にあの竜に会ったら話ができないか試してみない？うん、オイラもそれがいいと思うぞ。ところで、オイラたちが落ちてきたここってどこなんだ？もし上が童話の世界だとしたら、私たちはまるで次のページに落っこちちゃったみたいね。とにかく先に進むとしよう。遅れるなよ。あ、おい、置いてくなって。
せよ。出せな。やっ、このダンスをあなたに。いくよ。私たちの家は、あの悪…星が…城の星が奪われた。いやだ。俺たち、悪竜に食われなかったのか。あの悪竜、俺たちをここに放置していったのか。カサキさん、お前一人で前に出すぎだぞ。奴はすぐ目の前だ。私たちが来るのを待ってるのかな。というより私たちがここまで追い詰めたって感じじゃない。
イラたちはただあいつと話をして何が起こってるのか聞きたいだけなのに。ここに来る奴らは全員あの竜を撃つことが目的だった。それがずっと続いてたんだ。当然の反応だろう。なんとかして落ち着かせる方法はないかな。その希望は持たないことをお勧めするよ。これまでの攻撃は警告と見ることもできたけど、今の奴は相当腹を立てている。戦いに備えておけ。時には一発殴ってやらないと目が覚めないこともある。塞いでやらなきゃ満足しなそうだな。
っちも本気って。うまく避けなよ。ここは奴の黒い霧の中か。本当にこの子を作るつもりかい、エム。この子の運命はもう教えたはずだよ。この子は自身の創造主に見捨てられ、最後には。分かってるよ、B。君は私に物語の悲しい結末を教えてくれた。でもそれは現実の世界で起こったことでしょ。だからこそ私はこの子に別の世界で幸せな結末を迎えてほしい。この子は心に愛を秘めている子だから。わかったよ、アンヤ。でもお前がこの子にその名を与えれば、この子のシムランカでの運命は多かれ少なかれ現実の共像となる。でも絶対ではないでしょ。少しでも可能性があるなら、この子は別の人生を歩むべきだと思う。ただその時には他の人の助けが必要になるかもしれないけど。好きにするがいい。わしはもう何も言わんや。それとそこまで固執するなら、お前に一つ秘密を教えてやろう。またくだらない運命か。ごめんね、あたしの子。あたしの寿命は友人たちほど長くはないし、この絵本のようにも長くはない。だからずっと君のそばにはいてあげられないかもしれない。大丈夫、大丈夫よ。私が死んでもシムランカの星になって君たちを守ってあげる。だから寂しくなったら空を見上げて。この世界を見ておいで、私の子よ。みんなと仲良くなりなさい。近い将来、君にはきっと素敵な友達ができる。これは私から君への祝福。この世界をお願いね。Yeah.
君も裏切られたのか。こんにちは、大きな竜さん。食べ物を持ってきたよ。お腹を空かせてるんでしょ。しー、大きな声を出さないでね。他の人に聞かれたらまずいの。みんなは悪い竜だって言うけど、あなたは私の遊び相手になってくれたし、すごく高いところにあるお花も摘んでくれたでしょ。大丈夫、あなたはここに隠れてて、私が明日。ああ、子供が。誰かうちの子を助けて、悪竜があの子をさらおうと。違うの、ママ、私の話を聞いて。君もみんなから嫌われているのか。そうか、それが君の叶えたい願いか。自分の存在を歴史から消し去りたいだなんて、いい願いとは言えないね。何者も君を定義はできない。何者も君の心を否定はできない。さあ、その名を思い出せ。ドゥリ。もう大丈夫だ。城の人たちからみんなが巨竜の討伐に行ったって聞いて追いかけてきたんだ。やっと追いついたと思ったら旅人が落っこちてくるんだもん。あ、そうだ、さっきもう一人下に落ちたみたいだけど大丈夫かな。カサッチは飛べるし多分大丈夫だよな。そういえばカサッチさんがあの竜の名前を呼んでたような。ドゥリン、それが彼の名前だ。よかった、無事で。あの竜、ドゥリンは？彼も無事だよ。ドゥリンってモンドの悪竜の名前じゃなかったか。トワリンに倒されてドラゴンスパインに落っこちたやつだよな。オイラの記憶だとあいつは確か、そうそう、黄金のレインドットの創造物だ。創造物ふん。それで一体何があったんだ。お前さっきから変だぞ。
それがシムランカの悪流の真実だったんだね。霧の中のあれらは幻覚じゃなく巨流の記憶だったのね。道理でおかしいと思ったよ。砕けた海にいるみんなは確かに家に帰れなくなってるけど、巨流に村を襲われたなんて話一度も聞いたことなかったからね。私たちがこれまでに会ってきたのは多分過去に鉱山にいた方や悪流の討伐に来た方たちなんだと思う。ドゥリンは仕方なくみんなをその場に放置したんじゃないかな。僕がこの世界に来た時、頭の中の声はこう言っていた。勇者となってこの世界の巨流を救えと。結局それって一体誰の声なんだ？オイラたちなんでこの世界に連れてこられたんだろう。ついてこい。下に全ての答えがある。ここって書斎？ああ、運命の女神の書斎さ。え、運命の女神ってシムランカを創造したっていう伝説の三女神だよな。正確には魔女界のコード M という魔女だ。魔女界だって？あれ、オイラさっきから質問ばっかしてないか？まあ本当に驚いてるから仕方ないんだけど。彼女はドゥリンの物語を、正確にはシムランカのドゥリンの物語を想像したのさ。残りの女神の正体を含めてここの書物にはいろんなことが記載されてる。私の姓と名は頭文字が両方とも A なのに、アリスは先着順だと言い張って、私のミドルネームから強引に M を取ったの。彼女には本当に参ったよ。でもアリスの魔法にはいつも驚かされる。彼女は私が適当に折った紙のカエルを喋らせたんだから。そうだ、折り紙の動物を主役にした物語を書きましょう。バービーは未来を見るのが好きで、それを頼りにシムランカの生き物たちの軌跡を定めた。けど結末が分かっている物語は面白くない。だったら彼女と賭けをしましょう。私はいつかシムランカの民が自分の道を選ぶと信じている。彼女が城に自分の彫像を建てるって。相変わらず流行を追うのが好きなのね。親愛なる姉妹たち、私はもうこれ以上書けそうにないみたい。君たちに手紙を書くこの手すらあまり言うことを聞かなくなっている。私の物語を愛し、この世界を作ってくれてありがとう。私は君たちと素晴らしい青春を過ごした。そう、君たちと一緒にいるとき、私はいつも自分が若いままだと感じていたの。 A は私が死んだ後も
シムランカの運命の女神は健在で、今のようにみんなの願いを叶えてくれると言った。それも悪くない。君たちがおしゃべりをしたくなったら、心臓のもとへ来てちょうだい。でも、変な願い事はしないでね。これはシムランカのドゥリン？彼が見上げてるのは星？どうやらこれはMさんがいなくなった後のことみたいだね。これは鉱山の洞窟？もしかして積み木鉱山の作業員が深く掘りすぎて次のページの世界まで貫通しちゃったのかな。そういえばこのランプ、前のページの星と似てるような。祝福の森、この本シムランカで起きたことずっと記録してるんだね。一つの場所に落っこちただけでこんなに大きな足跡が残るなんて、みんなが彼を恐れるのも無理はないかもね。これがあんたが星を捕まえる理由？ママに会いたいのね。お、あれってオルビットのとはまた違う心臓か？運命の女神の心臓だ。もう大丈夫だ、ドゥニ。ここには君を傷つける奴なんていない。そんなこと言うなよ。確かにさっきまでお前のこと誤解してたけど、落ち着きさえすればこうして話し合えるだろ。それであんな願い事をしたのか。なんて愚かなんだ。おい、君がここの連中と一緒にいたいのは誰の目にも明らかだ。友人のように話したり遊んだりしたい。自分を受け入れてほしい。あるいは少なくとも謝罪を受け入れてほしい。そう思っているんだろ。あんたは誰も傷つけたことがないし、誰かを傷つけようと思ったこともない。驚かれることは多いかもしれないけど、それはみんながあんたのことを知らないからよ。うん、ちゃんと話をすれば分かってもらえるはずだよ。呪い。どうしたニーロ。シムランカのみんなと一緒に暮らすことがあなたの本当の願いなんだよね。じゃあ目を閉じて、運命の女神に願ってみて。私たちが手伝うから。
私を信じて。私、ニーローは森の妖精として祝福を授け、あなたが森の一員となることをここに認める。願わくば皆があなたを受け入れ、あなたがここで自分の居場所を見つけられますように。私、ナビアはオルビットの国王として祝福を与え、あんたが王国の一員になることをここに認める。私もこの世界の長靴を履いた猫股としてあなたに祝福をあげる。はあ、一体何が起きてるんだ。この世界の勇者として君に祝福を。君がシムランカの一員であることを認め、この世界に受け入れられることを願わん。同時に君の友人として、君が前に進む道を見つけられるよう願っている。私はあまたの世界を渡り歩いた旅人として祝福を与える。あなたがどこにいようと、仲間と善意が共に寄り添いますように。この世界をお願いね。お、どうしたの？なんでみんな揃って僕を見てるんだ？え、僕の爪が、翼と尻尾も、もしかして僕の体。あら、可愛いじゃない。さっきまでとは全然雰囲気が違う感じね。あー、前が悪かったっていう意味じゃないからね。ただほらね、どう？今の姿は気に入ってくれたかな。誰か花を持ってない？なければこの世界の水でも紙でもいい。あ、ちょうど持ってるよ。はい。本当に変わらない。触ってももう変わらないんだ。よかったな。これで空飛ぶ仲間がもう一人増えたぜ。これならシムランカのみんながあなたを恐れることもなくなるよね。いや、でも僕が過去にやったことは。おとなしく罪を償いに行きなよ。君が残した足跡を埋めるんだ。それから砕けた海にいる奴らを家に返してあげるといい。その、一緒に行ってくれないかな、カサッチ。は？なんでそんなことにまで付き合わないといけないんだ。え？だってさっき友達になるって。それは嫌なら行かなければいい。そんな、僕は、わかったよ。一緒に行けばいいんだろ。いいの？こんなことで君をいじめるつもりはない。ありがとう。カサッチは初めて僕の名前を呼んでくれた友達だ。上に戻ろう。
ここにいても息が詰まるだけだ。ひひ、やっとあいつにも苦手な相手ができたみたいだな。ル、わかったよ。でもなんか新鮮だったからつい。じゃあ私たちも上に戻りましょう。心配しないで、ドゥリン。私たちがそばにいるから。うん、みんな祝福をありがとう。僕にとって今日はこれまでの長い一生の中で一番幸せな日だ。じゃじゃーん、サプライズ。うわぁ、怪盗が喋った。怪盗？あらあら、何度もお話ししてきた仲なのに私のこともう忘れちゃったの？この声はお母さんの友達だ。どうも、旅人と新しい友達の皆さん、そしてあなたもね、デリン。ずいぶん変わったじゃない。その姿なら今はチビドゥリンって呼んだ方がいいかしら。チビドゥリン、うん、僕もいいと思う。それに小さい方がいいからね。もしかしてあなたはこの世界の三女神の一柱、創生の女神ですか？ええ、その通り。まあこの名前だけを聞くとちょっとすごそうな感じがするけど、当時の作業量は3人ともさして変わらなかったのよ。もし M の物語を読んだことがあるなら、彼女の描く世界がどれほど魅力的かを知ってるはず。自分の足で歩き、自分の目で見てみたいと思うほどのものだってね。だから私は B を誘い、 M の許可をもらってこのシムランカという世界を作ったの。待て待て、なんでいきなりここの由来を話し始めてるんだよ。それよりどうしてお前がここに現れたのか、あ、いや、なんでオイラたちがここに来ることになった。全部教えてあげるから焦らないで。あなたたちは冒険を乗り越えた大英雄。魔女に質問する権利がちゃんとあるからね。さて、まずは私のことから話そっか。さっき本の中からとても強い魔力を感じたの。だからつい我慢できなくなって様子を見に来たんだ。私たちがチビドゥリンを祝福した時かな。ええ、その時よ。童話の世界では時に言葉や感情がどんな呪文よりも強力な魔法になるの。あなたたちの魔法のおかげでチビドゥリンは今の姿になれた。さあ、私にも挨拶してくれない？まあ、かわいい。もしかして私たちがこの世界に現れたのってどれも仕組まれたことだったの？仕組まれたって言葉はちょっと好きじゃないかな。私に言わせればこれはなるべくしてなった運命だもの。シムランカのドゥリンが運命の女神に願った時、ちょうど M の童話を手に持つ異世界の友人が何人かいた。しかも彼らはみんな高潔で善良な魂の持ち主だから、運命の女神に選ばれこのシムランカという世界を救うことになったの。言われてみれば確かに何日か前に本を読んでたような。ああ、そうそう、サンダル川の子供たちに童話を読んであげてたんだ。私は古い本を拾ってそれを箱の中に敷いて寝てたような。そんな偶然があるなんて。あれ、でもおかしくないか？他の奴らは物語上の役があるのに、オイラたちにはないぞ。確かここに来る前は、
な。ん？そうだったかな。あなたたちがそう言うなら多分そうなのかもね。なんででしょうね。いい物語は誰かに読んでもらわないともったいないって思ったからかな。あなたは多くの世界を旅してきた旅人で、見届けるもの。あなたを欠かすことなんてできないでしょ。私には感じるの。あなたがチビドゥリンに与えた祝福はとても特殊なものだって。この物語の外の祝福があれば、彼はもしかしたら他の世界を見て回ることだってできるかもしれない。テイワットのことか。え、実はシムランカを想像したとき、M は私たちにこう言ったの。ここの住民にはいつか外に出てもっと広い世界を探索してほしい。全ての物語には結末があるけど、物語が現実のものとなれば自分の道を選ぶ権利が彼らにも生まれるってね。つまりこの世界の住民が頼りにしてるレールはいずれ消えてしまうってこと？俺、あいつらが別の世界に行けるってなら、オイラたちも外に出られるってことだよな。どうやって出ればいいんだ？あなたたちはいつでも外に出られたじゃない。砕けた海のボートに乗るときも、予言の崖の大きなしおりに触れるときも、行きたい場所を心の中で念じればいつでも外に出られたのよ。そんなこと全く教えてくれなかったじゃんかよ。あら、そうだったっけ。でもあなたたちほどの実力があればここから出るくらい朝飯前でしょ。他の友達をここに呼んでいることも、多分運命の女神があなたたちにより物語を楽しんでほしくてあえて言わなかったんだと思うよ。彼女は M の投影だから、おそらく物語を書くときに伏線を張る癖まで受け継いじゃったんでしょうね。さて、これで話すべきことは全部話せたかな。あなたたちはこれからどうする？僕はまずここの住民に謝りに行きたい。そしてお母さんに言われたようにこの世界を守るんだ。いつでも帰れるって分かったし、そう急いでここを離れなくてもいい気がしてきたな。せっかくこんな不思議な世界に来たんだもん。私もいろいろと見て回りたいな。気に入ってもらえたみたいで嬉しい。だったら他のお友達もここに誘ってみようかな。そうそう、チビドゥリン、あなたに新しい友達ができたこと、私もすごく嬉しかった。 M もきっとあなたを誇りに思ってるはずだよ。最後に私の祝福も受け取って。 M が書いた多くの物語のように、あなたの未来も豊かで色鮮やかなものになりますように。消えちゃった。ってことは今回の勇者の冒険は一段落したってことでいいよな。ふふん。でも新しい冒険は始まったばっかりよ。チビドゥリンとその仲間たちの冒険がね。え、僕の？うん、私も早くチビドゥリンを森の仲間たちに紹介してあげたいな。今までは誤解があってすれ違ってたけど、今度はきっと歓迎してくれるはずだよ。はあ、何を見てるんだ。付き合ってやるって言っただろ。わあ、みんな見て、綺麗な星空。きっとこの世界の三女神がチビドゥリンにプレゼントしてくれたのかも。ありがとう、お母さん。